3月11日、内閣の要である林官房長官が官邸を後にして向かった先は、東日本大震災のためのチャリティーコンサート会場でした。会場には小泉元総理や鳩山元総理の姿も。名だたる演奏家が次々と演奏する中、舞台に現れたのは林長官でした。長官がピアノで弾き語りしているのはビートルズのレッドイットビー。被災者への応援のメッセージを込めて歌ったといいます。林長官は例年チャリティーコンサートには出演していますが、官房長官に就任してからは公の場で演奏するのは初めてです。ちなみにサックスを演奏しているのは林長官の弟です。一夜明け、演奏した感想を記者会見で聞いてみると、昨夜林長官は 3.11 のチャリティーコンサートで長官就任後初めて観客の前で演奏されました。演奏されるにあたっての思いと演奏を終えた受け止めをお伺いいたします。昨日の演奏にあたりましては、東日本大震災により犠牲になられた皆様への哀悼、また被害に遭われた方々へのお見舞い、そして、被災者の力になりたいと、そうした思いを込めて、精一杯演奏させていただきました。今回のチャリティーコンサートや、またG7 外相会合の夕食会でのピアノ演奏などですね、この音楽には、人と人をつなぐ力や、人を元気にしたり寄り添ったりする力があると、感じております。音楽は私は子どもの頃から、続けております、私の人生の大切な一部でありまして、議員図の活動を含めて公務や議員活動と両立しながら続けていきたいというふうに考えております。以前から続けてきた音楽活動を継続すると述べた林長官。内閣支持率が低迷する中、国民の政治不信を払拭し、音楽のように人に寄り添う政権運営ができるのでしょうか。100倍こっちの方が